ツイッターが怖いということで見ていきたいと思います。こちらですね、キャリーパミュパミュさんですねがハッシュタグでね、検察庁法改正案に抗議しますとつぶやいて、これがね他にもいろんな有名人がこのハッシュタグでつぶやいて話題になったんですが、先日のワイドナショーですね、サッシーがね出演して、そこで東野から指原さんにもこういうハッシュタグお願いしますというのは来るんですかと質問したところ、来てましたと、どう思うんですかと言って、まあ、サッシーにもこのハッシュタグの依頼的なものが来ていたと、さらにね話題になっているそうです。まあ、このサッシーの言い方から、このハッシュタグでつぶやいてくださいという依頼が来たというよりは、この件についてどう思いますかとツイートの催促のようなものが来たのかなといった言い方だったんですが、もしかしたら他の有名人もそういったね催促的なものがあってつぶやいたのかもしれないと言われているそうです。まあないとはね信じたいんですが、もし本当にそんな依頼があるのだとしたら、もう有名人を使うだけでねツイッター上ではそういった印象をね操作できるかもしれない。さらにこのハッシュタグですね、こちらですね、こちらこれもツイッターなんですが、普段は政治に関することはあまりツイートしないようにしていましたが、これは表明させてくださいという文章とともにこのハッシュタグが付けられて投稿されている、全く同じツイートがたくさん発見されていて、もうこの状況、100日後に死ぬワニでも見たと、100日後に死ぬワニでもツイッター上で大量の旅する系女子のアカウントが一斉に同じワニのツイートをするという状況があったんですが、まあ、今回はアカウントに統一性がないということで、もしかしたらね一般の人たちだったりがツイート丸々コピーしてツイートしている可能性もあるんですが、ちょっとねこれも怖いワニと似たようなね状況が起きていたそうです。さらにこちらですね、今度は一つのアカウント、もうそれも最近作られたようなアカウントが、もうこのハッシュタグとともにもうひらがな一文字だったりで連続で投稿するアカウントも見つかっていて、もうこういったアカウントがたくさんね見つかっているそうです。なのでもしかしたらね、こういったボット系アカウントがこのハッシュタグを大量にツイートしたことによって、このハッシュタグがトレンドに入ったり盛り上がっているように見えていただけの可能性もあるんですが、どうやらこのハッシュタグに対してこの大学の教授が調査したところ、まあ確かにボット系のツイートはあったけど、それでもツイート数は多かったという分析のデータもあるそうで、なのでボットもあるけど普通の一般人も結構ねつぶやいていたというデータもあるそうです。はい、このようにですね、日本人はツイッターのね利用者が多いので、そのツイッターで盛り上がればもうみんながね注目していると思われてしまうので、もし本当にね有名人だったりに依頼を出してハッシュタグだったりを操作しているのだったら、たまったもんじゃないんですが、さらにこちらですね、こちら話題になった検察庁法改正法案に抗議しますのトレンドなんですが、さらにですね、検察庁法改正案に興味ありませんというハッシュタグまで出てくるという状況になっていたそうで、もうツイッター上で政治的なねこのハッシュタグのトレンドの上位争いがね行われていたそうです。このようにツイッターで盛り上がったものはもうニュースにまでなる、さらにそのツイッター上ではですね、まあないとは思うんですが、ハッシュタグだったり同一の連続ツイートだったりの工作が行われている可能性があるかもしれないというツイッター陰謀論でした。はい、 SNS はね正しく使いましょう。以上です。